第36回しばし忍び足に部屋の外にたたずみてうちなるつこと藤倉が何やらんひそひそ物語れることの次第の聞き取らんとせし城が父平岡光久は両人が自分の足音を聞きつけてか話し声も富に闇しによりいつまでも忍び寄るもそのようなしと思い そのまひまつのとを押し開けてうちに入りきたればこれを見たる松子嬢はかつ驚きかつ喜び「おやお父様よいところへお帰り遊ばしました」と口には勇ましく言いいずれどもなんとなく良人が様子の常ならず娘ツコをはじめとして藤倉武智は平祖の快活なる要望ににもやらず。 眼中深く憂いを含んで自分の入り来たりしを見て痛くも打ち踊る騎士の現れおれば平岡光久は両人がいかなる秘密を話いたりしや心もとなしとは思いしがわざわざ顔色に表さず両人が中に座を構えて「どうも藤倉さんしばらくでしたね君のおいでになっていようとは。 夢さら心づかなかった。いつおいでになりました。もう少し前に伺いました。まだ参りましてから三十分になるかならぬくらいです。まことにご無沙汰をいたしまして、申し訳もございません。実は、あなたも近頃はこちらへおいでになっているように聞いておりましたから、近いところでもあるし、ちょっとお伺いたいと存じながら、つい用事のあるまでは、 ご無沙汰がちになりまして「じゃあ何ですか至急な用事ができて今日はお尋ねくだすったんですか」「ええ少し松子さんへお目にかかってご相談申した上であなたへお話申すことがありまして」「おやさようでしたかそりゃあちょうどよかった私も近頃は大概こちらの別荘へ来ておりますが」 時々はまたあちらの方へも帰ってみないと主事な用事がかさんできておるものですから昨日ちょっと帰ってまだ今日はこちらへ来る感情でなかったが案外に用事がはかどって今やってきたところでしたまことによい都合であったまあ今日は食事でも知ってゆっくり話してお帰りなさいまことにありがとう存じますしかし今日はご覧のとおり 道のりに出かけた帰りがけでこんな失敬ななりをいたしておりますからまたそのうちにゆっくり出直すことにいたしましょう。何まうものかね他のうちへ行ったんじゃなし私のうちだもの。ことに本宅とでも言うわけならばだがここは別荘のことだからちっとも遠慮するには及びません。ゆっくり遊んでお帰りなさい。娘もせっかくこの間から。 「あなたの噂をいたしておったところであってちょうどよい遊んでおいでなさい」と父の進むる傍らより松子城は藤倉の手をしっかりと捉えて「たまにおいでなすったんですもの今日はゆっくり遊んでお帰りなさいよそしてお話だって落ち着いてした方がよいじゃありませんか」と城に止められし一言はさすがに藤倉の胸に 深く感じ入りしにや、感じと打ちえみ。そりゃあそれに違いありません。じゃ気を落ち着けて遊んで帰りましょう。そりゃあ無論のことだ。そんなに急いで帰るということがあるものでない。時に急なご用団と申すのはどんなことで何か鉄道のことなどでおいででしたかえい,い,いえ、そうじゃありません。実は、 鉄道は人に譲ってしまいましたので」と聞いて平岡はびっくりして「え鉄道を人に譲ってしまいましたとそそりゃどういうわけで?」ちっと自分で感じたこともありまた大きに面白くないことがありましたので暫時旅行をいたそうと存じまして平岡光久は意外なる藤倉の言い入れに 不審の晴れずしばし両手を組んで思案の後「そりゃあよろしくないことじゃどんな良い目的があっての思い立ちかは知らないがせっかくかように財産もでき地位も決まったところでまた知らぬ高くへ出ていくというのはちと受け取れない話と考えるね」と申すのが何も自分の勝手にかような思い立ちをしたわけでもございません。 しかし他の事情に迫られて是非ともひとたびはこのオーストラリアを立ち去らずばならぬ次第と相なりましたのでやむを得ずその決心をいたしたわけでございます。じゃあその事情というのを承ろう。また聞いた上ではどんな良い工夫が出てくるかもしれん。とにかく差し支えなければ話してお聞かせなさい。と問われしとき。 藤倉武友が瞳を定めてじろりと平岡の顔を見つめし目の光は「怪しくも常ならず輝きしにぞ」。平岡はこのありさまを見ていかなる感覚を起こしけん藤倉の答えを待たず言葉を継いで「まあそりゃあともかくもとしたところでそれがために私への用断と申すわ。 どんな事柄で。世の儀でもございませんが先ほどもあなたの不在中に松子さんと相談を遂げましたとおり急に結婚いたしたいと思いますについて改めてあなたのご承諾を得たいと存じますのでございます。平岡光久はいかなる難題を申し込むかと思いのほか娘松子と結婚の承諾を得た人の申し出に少しは胸も安らぎ。 一旦言い交わしたる「両人結婚の約束を許せし以上は早かれ遅かれその式を挙げるは当然」。さすれば今にも娘松子が承諾して「式を挙げたし」と言い出しからは「自分が拒むもその子をなしと」とさすがに世辞になれたる平岡光久快くもこれを承知して表を和らげ「ははあさようですか」。 そのことを私にもちろん私において依存はない。あなたと松子の相談がまとまって、公に結婚の式を挙げて、夫婦の不意調をしようと決まった以上は、私からかれこれ故障を申すわけはない。私は初めにこの約束を承諾して、早晩その式に連なる考えであったのだから、松子が早く成長して、あなたの妻となるように至ったのは、 まここととにめでたいことだ。吉日を選んで式を挙げましょう。ついては私もかねてより今日のあることは存じているのだから新婚旅行の用意をいたさんではない。すでに小城汽船まで作らせておいてあります。いよいよ結婚の済んだ上はニュージーランドへ向けて公開旅行をいたしてもらいたい考えで実はひそかに楽しんでいたのです。と。 重い儲けの父光久の挨拶にマ松コの喜びは申すまでもなく藤倉武朝も一度満足のことに思いて「じゃあ吉日を選びまして」そしてお父様新婚旅行の時に乗って出ます小城汽船には何と申す名がつきましたんでございますさあその名前だところが一旦つけはつけたが。 誠によろしくない名前で気に入らんからいっそのこと取り替えようかとも考えているのだ。でも今ついている名前は何と申すんでございますロザンナ号とつけてみた。ロザンナと聞いてツコと藤倉は思わずぎょっと胸もとどろき「えロザンナ?」と叫びつつ。 互いに顔を見合わせて呆然たりしはそも何故ぞこのロザンナとは杉鶴よ白井頼平が桐高井道の余馬車にて毒殺され死とうや裏町新道なる岡田馬場の長屋に藤倉武朝を呼び寄せ臨終の言葉を残して死去したる村上幸子の称名なり。 第37回ある夜平岡光久の別邸にてあまたの親族知人を呼び集めて盛んなる夜会の縁を張りたりしが主人光久は申すまでもなく日ならず結婚の式を挙げて公に夫婦の披露をなさんと決定したる藤倉武朝と松子城も共に主人の労を取りて 引きも切らず入り来る客を導いてもうけの席に案内しやがて一同の席定まりて主演の始まりやおのおの思い思いの事柄を打ち語られて京に入りしが中にもかねて植民地の政略に心を傾け他実選挙条位に打って入れ守備よく議会の議員足らんと熱心せる大石古吉は 最愛なる自分の妻に打ち向かいあたかも議員が議会にあって満場議員に対しその意見を吐露するがごとき意気込みにて徹頭徹尾植民地政略の欠点を非難し去り「ああ実に嘆かわしいことである社会の時事物々ぶつは全て腐敗してしまい政治家だなどと言って大層な公言を吐くやつらは」。 皆犬のごとき根性であって自分の一心さえ利すれば他人のことはどうなって無意に返せんというありさまである。到底かような形成となった上はビーコンズフィールド博のごとき大政治家が現れ出てくれないじゃこの腐敗を止めることはおぼつかない。と弁を振るって国政の衰退を外当する大石が言葉を聞いて 主人光久は意図ど打ち狂じて「大石さんいつもながら実にあなたは愉快なことを言う人だ私どもといえども全くあなたと同一の感情を抱いている国政の衰退は嘆くにあまりあることですが悲しいかな今日のごとくその極度に沈臨した上は所詮大政治家をえり出そうと言って無駄なことです」 いかなる清潔な身を持っているといえどもひとたび濁水に入ればやはりその身が汚れるのですからしばらく形勢の一変するを待って大政治家に十分の運動ができるる徳に巡り合うよりほかは救済の道がないでしょう」というかたわれより医師獅子どもまた荒びたる声を張り上げて「至極その説を賛成します」。 いかほどの大気を有しいかほどの最略ある大化でも己一人で運動するということはできないものだ。それに伴うべき好人物がなくては到底社会に立つことはできません。してその伴うべき人物といえば今大石君の言われた通りことごとく犬のごとき精神を持っているから自然とその多数に巻き込まれることになってしまうのです。 しかしながら、もし我が輩が幸いにして選挙に勝ちを制して、議会に一の地位を占むることになった上は、必ず誓って一の党派を組織する考えです。果たして我が輩の辛酸のごとく、すでに多少の人をもって党派を組織することができたなれば、その党派の勢力をもって運動ができ、 ついには大目的をも達することになろうと考えますな」と代わる代わるに意見を述べて政治論のますます盛んになりければ今まで夫人を相手に演劇その他の批評に余念な彼氏人々もおいおいこっちに集まり来たりて中にも旗村といえる紳士のごときは大石ふれ吉に向かって議論を仕掛け「大石君 君が政治の腐敗を解くのはまことに最も至極で僕などただ拍手するのほかはないしかし君がもしその局にあたってこの腐敗を止めようというのはどんな政略を行う考えかこれを一つ承ろういやその非難には少しく恐れ入った未だ僕は西部の調査を遂げたというほどの場合にも至らんことで ただいまこれをこうとお答え申すわけにはいかん。ははあそんな軟弱なご議論であったのか。僕はまたかねて君が今度の選挙を争うということを聞いていたから政治上の意見はすでに確定していたことと考えた。これは失敬を申した。とやや礼拝の口調を持って大石古吉のうかつ大笑い師が。 もし大石が尋常一般の人物ならんにはたちまち怒ってここに一条の珍事をも引き起こすに至りしもそこは大石の特色にてさすがは紳士社会の太鼓文字とまで呼ばれしほどの怪人物なれば自分も共に対勝して時に平岡さん冗談はともかくもあなたが一番今度の選挙を争ってみちゃいかがです。 平岡光久は笑いながら手を振って「いやとても私のような愛国心の薄いものにはできません。ことに私の職業がそのようなことを許しません。でも昨今のようじゃ別にご職業の方へも触らんじゃありませんか。国会議員というものは存外に愉快なもんだそうです。もちろん昨今のようならば。 別に支障はないけれどもまた少し思い立ってることがあるものだから」と松子が頬を打ち眺めつつ物語れば大石はこれを怪しんで「何を思い立ちです新たに何かご起業でもあるのですかいえそんなことじゃありませんが少しの間旅行をいたそうと存じて」と聞くより 幡村は勇ましくこれを賛成し「はあご旅行は実に愉快なものです。行くさきざきで陳次回文を耳にしますからちっとも悪ということがありません」というそばより春樹と呼べる老人は落ちくぼみたるまぶちを天一転して「いや機械なことといえば私がこの植民地へ来た当分に。 どうも実に奇怪なことがメルボルンにありましたよ」と語り入んとせる老人の階段をそばなる一夫人は押し止めて「どうぞ御所ですからその階段はおやめにしてくださいな私は階段と聞くときっと神経病を起こして苦しみますから」と言われて老人も面目投げに「うーんこれは失礼でした。 ご婦人の前で階段は少し不適当だ。じゃあ芝居の批評にでも移りましょう。いつも芝居の噂をすると決まって言うようだが女役者で幸子のような芸を演じた者はこの年になるけれども他に見ませんなあ。と何気なく語り出し幸子の名前を聞いて藤倉と松子はハッと驚き。 互いに顔を見合わせて呆然たり大石は怪しんで老人に向かい「ゆきコと申すのは誰のことです?」「あのそれ女役者で有名なゆきコさどうも顔形の美しいこと舞台へ上がった時の様子なんというものはここ無類でした」。平岡さんは 定めしあの芸をよく大声でございましょう」と問われて主人光久はいつ座の人々を見回して「いかにもおっしゃるとおりでした」と様子は逃げに答えしがこの時夜会の席もかれこれ終わりに近づきければ松子をはじめあまたの貴婦人はおのおの座を立って次の部屋に退きしが藤倉は一人 テーブルの片隅にありて身動きもせず今しも主人光久がユ子と言える名前を聞いて思わずびっくり面持ももちを返しは「優よお片バば,ばあの家にありてはかなくこの世を旅立ちし村上ユ子コに深き関係のありしにはあらぬかと心の内に疑惑を生じわざと老人に打ち向かい」。 ただいまお話の由紀子と申す女役者は元何者でございましたろうか」と問いしとき光久はっと立ち上がらんとしてまた座につけり第38回藤倉武友は平岡光久が様子のいよいよやしきにますます疑いを抱きしが春樹老人は さらに心つかねば藤倉に問われて何気もなくその「雪子」と申しますのはね1858年に英国へ参ってええー、確かその時が7月か8月であったと思いましたとにかく1858年には違いなかったがと語らんとせし老人の言葉を遮りて光久 意図不況顔「老人その話はもうおよそうじゃないか。なんだか女役者の噂をするというものは若いものなら格別我々にとってはあまり面白くないものですから他の話に移ろうじゃないか」と押し止められて老人は話しがいなきことに思いそのまま口を閉ざせしがこれがために 深く残念に思いしは藤倉武ともなり「ああ残念だもう少し老人が話してくれれば突き止めがつくのであったが実に残念至極だそれについてもますます疑わしいのは当也の主人だあの様子といい老人の話を止めたところといいどうしてもあれに密接の関係があったに違いない」。 古城汽船の名前老人の話かれこれ思い合わせてみればよくよく深い司祭のあったことと見える「どうしてこのことを探ってくれよかしらん。待て待て主人が話を止めたのも別に思災があるから口外してくれるなと言った次第でもないただ不愉快だから止めて他の話に移ろうと言ったまでだによって」 老人はちっとも疑わしくも怪しくも思っちゃいないはずだ。してみれば今夜でもこの夜会が全く済んで客が帰る頃になってからそっと老人を一室に呼んで「さて先ほど伺いかけたユ子の心情を今少しお話しなすってください」と頼めば老人は無論話すに決まっている。そうして一つ関係を聞きただしてやろう。 と一人自分の胸の内にて思案を定め夜会の終わるのを待ち入るほどにやがて一座の紳士客は誘い合ってその席を離れ廊下伝いに庭の夜景を打ち眺めつつ談話室へと引きそりぞきしにぞ主人平岡光久は春樹老人を伴いて同じく談話室に入り どうやら絶えず老人と差し向かいに昔のことを打ち語り深くも京に入りし顔色なりしが続いて藤倉もまたここに入りきたれば我が最愛なる松子城は窓の元なるピアノ台に腰打ちかけメンデルスゾーンの歌に合わして愉快に曲をそうしおれり藤倉は見るより松子がそばにはせよって 他人の耳を糸い石いにや小声になりて松子に向かい「もうピアノをよしなさいよ」「なんだか今夜はピアノの音が陰気臭く,くて聴いてもさらに面白くない」「誰かに譲ってよしてください」「常にもなく藤倉のピアノの音を伊うは不思議と考え松子城は少しく心配の顔色」「あなた どうかかしたんんじゃありませんか体でもお悪いんでしょう。あまりうちにばかりいたので少しのぼせたのかもしれませんよ。あなたがよせとおっしゃればピアノはよします。ちっと庭へでも出て散歩してみましょう。と松子嬢は曲半ばにしてピアノの台を離れそのあとを大石古吉が最愛の夫人絹子に譲りて。 自分は藤倉と手を取り合い縁側伝いに庭にいいでしがこの世は風もなくまた雲もなく容易にかかりし玄月ははや西に沈んでその光を残さず青空に菌舎のごとく輝ける無数の星はこの間の道を照らさざれども昼間のごとくに照り渡れる客間の窓を漏れくるガスの光を頼りとして マツコ藤倉の両人は庭の中ほどまで歩み来たりあたかも差しかざしたる傘のごとくに生え茂れる老木の下にたたずんでしばしば互いに言葉もなくやや隔たりし客間のありさまを打ち眺め下りしが夜もはや十時を過ぎ辺りに家なき平岡が別邸の客間にて大石夫人が日頃熟練の技を振るって アアイビスのの曲を掃除よるピアノの音夫・大石キチがピアノにわして歌える声はいとどあわれにものすごく聞こえければこなたなる藤倉武朝は名高棋士かアラン・ポー氏の傑作になれる妖怪の曲を思い起こして感慨のあまり「松子さんあのうちの景色をごらんなさい。 2階の窓は皆開けっ放しになってうちには昼間のようにガスが輝いていながら人の影といっては一つも見えず下の談話室で大石夫人が掃除じている愛別の曲またフレキチ君が歌っている細い悲しそうな声を聞くとなんだかものすごくなってきて縁起でもないが別邸の2階はまるで化け物屋敷かと思うようですね。 と言われて松小嬢は思わず震え上がり「藤倉さん化け物屋敷とおっしゃったのでつい今思い出しましたが桐田のうちは実に不思議なことがありますよ思い出すと体がゾクゾクしますの」。藤倉が手をしっかりと握りて恐る恐る物語れば藤倉は痛くもうち驚いて 不思議なことといってどんなことがあるのです?」。「どんなことといってあなた実に怖いんです。夜遅くなって誰も起きてるものもないのにどことなく方うがガタガタビジビジとなってくるんです」。と言われて藤倉も男ながら少しく薄気味悪くかんぜしがわざと笑いに紛らして。 そりゃああなたは神経です。そのようなことのあろう道理がない。何かネズミか猫でも出てきて暴れたんでしょう。そうでなけりゃ、誰かうちのものがいたずらでもやったに違いない。い,いえ、そのようなものじゃありません。あれがきっと幽霊とか申すものなんです。と物語る松子城の顔色は、真に迫りて、 疑うべくもあらざれば藤倉はあえなく失せし村上由紀子がことなど思い起こしただ呆然として言い伝い言葉もなし第回わずかに輝ける星の光を頼りとして人は死対し,し中道を馬に鞭打って駆けゆく一心氏は 今宵平岡光久の別荘にて夜会の宴席に連なり人屋の宿りを勧めたる松子城の城を割いて自分の別荘に立ち返らんとせる藤倉武となり道のりも佐のみ遠きにあらざればやがて別荘の門前に帰り来たればあがきの音を聞きつけてうちより駆け出る下僕は馬を受け取りて馬屋につなぎ 火碑は竹とに付き従いてそのまま居間に送り行きぬ。今には主人の帰りを待ち受けて刀窓も開きランプも照り輝きて注意万端行き届きおれば藤倉は火碑を返して入り口を閉じテーブルに向かって腰打ち掛けしがテーブルの上には二三通の手紙と数用の新聞紙あり。 藤倉は新聞紙を手に取るに先立って上なる一通の手紙を開き見しに子は某夫人より寄せ来たれし者にして別段用々の仕立目あるにもあらざれば全く読み終わらずしてテーブルに置き次に取り上げし手紙を開き見ればこれぞ自分の弁護人となり検察官探偵理らの提出せし証拠物件を打ち破りて すなかれし命を救いくれたる恩人加藤三郷よりおこりし手紙なればいかなることの起こりしならんと藤倉はいとど心をもだえて手を震わしつつこれを読み下せば日頃名高き名筆もてさのごとくしたためやり拝のぶれば職務柄 拙者より書面を想定つかまつりそうらえば定めしご驚愕もこれやるべく加藤はいかなる不詳のことを申し込みしやとのご疑惑も起こるべしと察し恐縮の至りに存じたてまつりうろうさりながら拙者が白井頼平を毒殺したる犯人を見荒わさんことに熱心なるはそっかもつとにご承知のこと 藩即下半に対する後半前後のありように調子下されそうろうても明白の事実と存じたてまつりうろうしかるに即下はいかなる事情に妨げられてか村上由紀子より即下に対し臨終に言い残したる秘密をおもらしこれなくすでにアルガ新聞もしばしば掲載しつかまつりうろうとおり 右村上幸子なる一夫人が毒殺事件について最も深き関係を有することは大うべからざる事実にこれあり右夫人の素性並びに「小前の挙動」ことに即下に対して言い残したる秘密さえ明白に知ることを得し上はたちまち犯人の現れいずることと信じ「次来」 世間に対する息がかりの事情上、努めてこの事実を明白ならしめんと尽力いたし候。々即下はご承知なりや否や存ぜずそうらえども即下がメルボルン府ご出立の後は不眠中往々「白井の毒殺事件はすでに落着を告げ神聖の犯人は到底現れいでざるべし」と いうものものこれやり候しかし拙者はあくまでこの説に反対し雪子の人となりを捜索することに従事いたしそうろうしかるに本人は既に御堅場ばあの宅において死去いたしそうろうことなればいずれを改定として捜索せん手段もこれなくよってとりあえず森地方一郎につき 子のことを相尋ね申し騒楼勝子の森地方一郎はそっかつとにご承知かは存じ申さずらえども先にそっかに対する重罪公判の際はそっかを有罪なりと主張せし一人にてこれやり騒楼右森地の物語しところにては村上幸子と白井頼平は一年以前 公然夫婦と称してシドリーに来たれし趣きにこれやりその他何事も物語もさずうらえども拙者に向かいロンドンのごとき広き都会より出来たりし村上幸子を今ここに詮索してその人となりを知りえんと企つるも所詮その甲斐なき子となれば断然思い諦めて創作を中絶すべし 忠告いたし,候しかれども拙者はあくまでも屈せず本国なる友人のもとに電報を発し年代はしかと知れざれども8月21日をもって白井頼平の際として英国を出発したる夫人の生命およびその人となりを捜索して通知されたしと申し送りしところこの友人は 便称なる探偵の一人なるをもって早速それぞれ捜索を遂げて拙者の心配に引き換え意図容易に事の次第を発見せし上、拙者へ変身つかまつり候。ろう思考して右友人の報道いたし候ろうところにては白井夫人と称しおりし者はあまねく世間に名を知られたる夫人にてロンドンなる劇場 浦堀座の滑稽役者のよしことに要望美しければその写真は諸所の店先に掲げられて公人の目に触れおりながらかつて村上由紀子なることを知る者なかりしがある時白井頼平と共に朝廷を浮かべ船遊びせしさいたまたま日の暮れて帰ること当たわずやむをえず 船舶提携場に立ち寄って一泊せんとしたる時提携場の初期のためにその夫人の村上由紀子なることを見表されしとのことその後白井と共にロンドンを出発し他国に旅立ちし理由の遺憾は今拙者よりそっかに向かって申し上ぐべき限りにござなくそうろうもちろんミギラの事実は すでに同人より即下に対し、ことつまびらかに物語おることと信ずれば、別段大驚きもなかるべしとは、最初拙者の心に浮かびし考えに御座総来氏が、また、これまで諸種より聞けたる事実、並びに拙者自身に思い当たれしことなど、かれこれ紹介つかまつり総来ども、右、村上幸子より、 そっかに対ししてて申し立てたる事実は拙者がロンドンの友人より申し越せし事実と大いに相違の角もこれあるべく定めし由紀子はそっかに向かい自分はシドニーの生まれにてメルボルンに来たり各所の芝居にて非常の喝采を得たる後1858年をもって英国に来たりてうんぬんのことを 物語しならんと存じ立て祭り候老。去りながら右の雪子がメルボルン府にあって非常の喝采を博し美人の名声をとどろかし一般人の愛称するをも顧みず断然去ってエジプトのごとき変偶にまかりこし候こと大いに疑わしき事実にこれあり。いずれも 深き司祭のあることにそう言いなかるべく思うにそっかはこの辺の事情等もユキコ自身の物語にてつとにご承知のことと察したて祭り候。第四十回加藤三郷が手紙の続き本国なる拙者の友人より捜索の結果を申しこせしところによれば 利平はロンドン府内の仕立屋の息子にしてジップが年老いて退院し間もなく奇跡に入りし後はにわかに息子織平の身持ちを崩し他兵ジップが先進バンクをなめて貯蓄したる財産を受け継ぎながら父より伝われし職業を営まず金のあるに任せてひたすら遊戯にふけり氏がゆえに ついには一家をも構えおることあたわず父母の残したる家屋を売り払ってその身は劇場裏堀座に入り込みいよいよ道楽の身の上となりしがこの時あたかも村上幸子が同劇場に出勤しその芸と要望の美しきをもって世間になり渡り寄り添おろうさえゆえ鉄器盛りの若者どもは 我を忘れて由紀子の愛を求めんと主樹様々に手段を凝らして日夜となく同劇場に押し寄せ中には身分高き寄進の霊息もあり中には資産に富める豪商の息子もこれあり一時は非情の評判者と愛なりよりそろうところたまたま白百合平は 同劇場に入り込み深くも幸子に蓮母の情を起こせしがさすがにり平も当時日の出のゆき子なれば初めはしょせん我が望みを達することおぼつかなかるべしと思い一人その胸を焦がしつつも何かにつけて我が真実の情を示しそれとなく幸子の心を誘い寄りろうところ。 「いかなる弾みにてかユキコもまた深く白井の情愛に感じあまた心を寄せよる若者を見捨ててついに白井と手に手を取り合ってロンドン府を逃がさるに至りしとのことにこれやり候しかしながらこれだけの事実をもってはいまだ毒殺事件のよって起こるべき理由を発見するには足らざるべく。 もちろん由紀子も人角の女役者とはいえ当時の事情をして考えるときはまず上等のしかしも一般のことにそうらえばたとえ白百合平があまたの若新司らに失望を与えて一人由紀子とロンドンを逃げ去るしにもせよ通常一般なる恋の敵と同一には見なしがたくしたがって白百合由紀子を奪われたればとて 大切なる一命を的にかけてはるばる白井の後を追いこのメルボルンまでつけきたりて毒殺せんとは企て申しまじくさすれば白井を毒殺したる原因はいずれも同人が当メルボルンに来たりて後生じたる事情と断定するのほかなかるべしと存じたて祭りろう。かかる事情に騒ろうゆえ 次第はジップより遺伝せし多少の財産もことごとくロンドンにあって当人いたしすでにユキコと両人にて逃げ去る頃はわずかの旅用によりかろうじてシドニーまで到着いたせしとのことしかし愛情なるものはまた格別の勢力を有する者にて不自由を不自由とも完全とあれば困窮の中に両人は この上なき楽しみを含みつつメルボルンに来たり中東のホテルに四宿つかまつりしよししかるに右の村上由子なる夫人には「生来甚だよろしからぬ癖ありて酒のためには心も狂いかつその度を忘れて飲み過ごすことにて中にもシャンパンを好みその寮中に普通男子の及ばぬほどにて」。 女としては最も厭うべきことにこれやり騒かくてメルボルンに到着の後両人の挙動につき拙者自身にて探知するところにてはある夜ユキコは白井と少しく騒論を始めしことありしがほどなく互いに打ち解けて騒論もやみ市中の夜景を見物せんとて 討ち連れて散歩せしことありしとか聞き及びろうその節いかにいたしけんユキは一人市中にて全く泥酔のままうち倒れおりしようかの倉林おさるなるの認ものみとめるところと相なりそのまま裏町親道なる自分のうちに連れ帰りしとのことにこれやり騒楼思うにこれ いまだ町の様子に慣れざる領人が家中たまたま散歩し群衆の中にて互いにその姿を見失いし者と考えられろう。もとよりこのことについては右木おる自身より親しく事実を聞き取り申しそうろうにつきいささかそういなきことと信じよりろう。しかるに由紀子は お猿のうちに伴われ行くやたちまちおむき病気にかかり外出だになりがたければ次第にあわんよしもなく雪子を見失いし次第へいにおいても主々手を尽くして尋ね探せし末、えついに裏町新道にあり大病にかかりて身動きだになりがたしと聞き知りしとのことにししかし子は 拙者の邪水かは知らざれども当時白井の身にとりては結句由紀子がかかるありさまに陥りしをもって世にいわゆる厄介払いをなせしがごとくに思いよりしならんと察しられそうろう思考して事実は少しく屈曲せしようにはこれやりそうらえどもかの霧田なる葉山夫人の物語るところにては 幸子と次第はゆえあってその四宿を同じうせず幸子を一人ホテルに四宿させ次第は葉山夫人の一間を借りて別に暮らしよりしものと思われそうろうとにもかくにもたとえ次第はその心中にて幸子が身持ちの乱暴なるをいといほとんどもてあましよるとはいえ表面にては幸子が病中しばしば訪ね行くなど 決してその関係を断ちし次第にもこれなく少しも従前に異なれしかどなくして日を送るうちたまたまかの余馬車にて白井は毒殺され白井が毒殺されるとともに幸子はあえなくこの世を去るなどよほど事実の怪しきが上に幸子が臨終に即下を呼び寄せて秘密を物語即下がその秘密を 心の底に深く収めて一命に薫るとも口外せずと主張さるるはいかにも不思議千万と存じられそうろう。拙者の推察するところにてはたとえ由紀子が臨終に言い残したる秘密にして直接に次第を毒殺したる犯人の誰なることを知らしめざるもその秘密は 関節に犯人を捜索すべき有力の手がかりとなるべき事柄と信じて疑わず候よって拙者はあくまで即下に迫り苦段の秘密を打ち明けて速やかに犯人を逮捕し一は即下の心を清め一は世間の疑惑を解き拙者の職務をして ここに全くその結局を告げしめんことに熱心なるまま重ねて即下の両親に訴え申し候。うしかし以前のごとく即下があくまで右の秘密を漏らさずと主張される上は迫るもせんなきことに候う間拙者は一人にていかに寛難に遭遇するともこの事実を見表らわさではおかざる精神に これやり候しかれども拙者が熱心の功をありてよし事実を見表すともこれを公にしては即下のためにいかにも不都合なりとの理由を発見いたし候上は決して口外せずそのまま思い諦める決心に候右につき即下より向こう一週間において拙者に対し 秘密を御物語ござなく宗らも、拙者自身において必死の捜索に取り掛かり申し候う間「さようご承知くださるべく」なお申し述べたきことはつき申さず宗ら殿楚は他実に譲りここに確執つかまつり候はばかりながら平岡御氏へよろしく御殿聖のほどを 願い立て祭り遭老藤倉は右の手紙を読み終わりてまた繰り返すこと再三再始に及びこれに向かっていかに決闘を送らんものと思案に沈んで思わずその世は寝床に入らずついに暁を迎えたりああこうなってきた上は 所詮隠しちゃおられないいっそのこと加藤に秘密を打ち明けて口をとどめるよりほかに策はなかろうそれについても憐れむべきは松子城だ松子城はどうしてこんな革命だろうと涙を流して探索せり本作品には 身分や出自、職業、性別、身体や精神の疾病、障害等に関連して、現代から見ると差別的な記述や不適当な表現があります。このような差別を認めず、また助長させないことを再確認していただいた上で、本作品が明治に執筆されたという時代性を考慮して、 お聞きいただきますようお願いいたします。